さんこんにちは、シミスーのシュです。今回の問題は三角形 AEF ですね。この三角形は何三角形という問題です。それではやっていきましょう。今回は中学校2年生の証明の問題ですね。で今回はヒントとしては二等分、あとは直角だということが分かってます。今回の問題結構見づらい問題なんですけど、ポイントをつかめば解けるような問題ですね。はじめ三角形 FBD を見ていきます。三角形の内角のは180度、180度から黒丸と90度を引きます。そうすると角 BFD は180度から90度と黒丸を引くので90-黒丸になります。これがここの角度になりますね。そして対頂角なのでここの角度にもなります。また三角形 ABE を見ていきます。これも同じように180度から90度と黒丸を引いています。ということは90°-黒丸です。90-黒丸なので角 BFD は角 AEB だということが分かりますね。なのでここの角度が同じです。平角が同じということは長さが一緒です。ということは三角形 AFE の三角形は二等辺三角形だということが分かりました。今回の問題は中学校2年生すごく大事ですね。この同じような文字式にするっていうのがすごく大事なポイントです。あったら皆さんももう一度チャレンジしてみてください。それではね、バイバイ。